次は締める。ちょっと滑ったら止める。回転する向きも別にこっちでもやりやすければ、その瞬時にできる。あ、今日もハッピー下山、で、登山を楽しんできました。シブレット山口に到着しました。これから準備していただきたいと思いますが、今6時54分集合は7時半なので、あと30分ほどで集合して出かけます。まずは、このガーミンの GPS のトラッキングですね。トラッキングを開始。ちょっと準備はここです。今日この6人2人キャンセルということで、これから出発したいと思います。黒百合平までだいたい3時間ぐらいで歩いて、そこで雪上訓練今日はやって下山してくるという感じです。でお昼は今日どうかな、混んでるかもしれないので山小屋が、まあ、お昼食べれれば山小屋でお昼食べることも OK なんですけど、ちょっと着いてから決めたいと思いますので、山小屋で注文して食べるか行動食だけで済ますかっていう感じで行きたいなと思います。まあコロナもあるんでね、中でワーワーやれるのもあれだからっていうのもあれば、ただ寒いからやっぱ山小屋にちょっと避難もしたいなとは思うんですけど、まあそんな感じで今日は行きたいと思います。で下山がだいたい3時から4時ぐらい、まあ4時にはならないように降りてきますけど、まあ3時ぐらいかなっていう感じで、でそこで解散という形になりますので、今日はよろしくお願いします。で杉山はですね、はぐれないように歩かなきゃいけなくて、まあ今日みたいに視界が良ければそんなにはぐれることもないし、まあ登山道トレスもいっぱいついてるんで、まあ、間違うこともないかもしれないけど、分岐が何箇所かあるんで、そこで間違えていくと離れてしまうと、まあ、いないって言って探しに行く、で一人でうわーっとこう追っかけて大急ぎで行ったりとかして、いなかったらまた違うとこ戻ったりとかっていうので、だいたい遭難っていうのが起こるんで、そうならないようにするために必ず見える範囲で行動すると。でもし途中でアイゼンが外れたりとか、怪しい人いるかもしれないですけど、外れたりとかした時は前の人止めて、で僕を先頭までちょっと伝言ゲームかなんかで、あの止まってくださいっていう声をかけてもらって、で必ず止まって全員いる状態で、あとは分岐のとこでも必ず全員集まってから出発っていう感じに行きたいと思いますので、一番後ろどうしようかな。この黒百合平まで行ったこと今まで夏山でもあるけど、あ、行ったね。じゃあ一番後ろでいいですか。安江さんって言うんですけど、この赤いジャケットのグリベルヘルメットの方をに抜かされないように、で抜かさないようにしていただいて、じゃあ一番後ろ、あとはまあ何か途中で何かあったら僕になるべく届く声で声をかけて、で届かないようだったら前の人、聞こえてる人がまた伝言ゲームでなるべく前の方にこう伝えていただいて、と誰かがすごく離れてしまって見えなくなってしまうということがないようにお願いします。じゃあ出発しますので最終準備 OK ですか。で途中で登山教室は罰金制で、途中でアイゼンが外れる場合イエローカード、これまだ危険がないと、ね、で言われたこと できて当たり前のことができてないとイエローカードで、それが危険な場合は一発レッドカードで、イエローカード2回でレッドカードになります。でレッドカードの罰金って何かっていうと、まあ1800円だっけ、チキンカレー1800円の罰金、それはもう全員で全員で1800円で OK なんで3人レッドカードが出たら3で割ると600円ずつになるかな、そういうルールにしたいと思います。お願いしますね。はい、標準タイムであんまり行ったことないんですけど、はい、いけなくなったの、あ、一番こうペースの遅い方に合わすんで、ちょっと心配な方は僕の後ろの方に、だから先頭の方に歩いてもらえれば、僕がチラチラ確認した時にちょっとこう離れるようだったら合わせて歩くんで、自分のペースで歩いてもらって大丈夫です、はい、であまりにも遅くてその登山教室が遂行できない場合も、一応遅い人に合わすっていうのはもう、こう入団したらもうチキンカレーも決定でこの際、ただまあコースタイムに歩くペースに関してはね、レッドカードイエローカードはないんで、まあよほど何か危険が
あるところに逃げていくような状況に陥ったときはちょっと頑張ってもらわなきゃいけないんですけど、一応遅い人に合わせます。だから黒百合平までたどり着けないっていうのもある可能性はあると、はい、それはもうこのメンバーの中で動かなきゃいけないんで、こんな感じでいきたいと思いますんで、まあ、気にせずに自分が歩けるペースで、ね、今日一日行動できるペースでついてきてもらうというか歩いてもらえば、でそれに合わせていくんで、はい、こんな感じでじゃあ出発しましょう。文京に到着しました。ここで一回休憩しますので、邪魔にならないところでこんにちは、すいませんね、こういうのをペングラグとか用意したのは20年ぐらい前から、途中来なかったのを聞いてしまうんですけど、こうやって晴れて多分今日は天狗岳もしっかり見えると思うんですけど、そういうのって本当に数えるほど2割ぐらいかな、ほとんどが天狗岳も見えないで、とか雪が降ってたりとか降らせてたりとかして見えない、天気が悪いのが8割ぐらい、今日はやっぱその2割のもう天気ですね、まあ、ちょっと薄曇りはあるけど、まあ、こうやって青空と風もなく、また風の音もしないでしょ、もうこれだけ快晴の山も見えるし、ちょうど今見えてるあそこが東天狗、西天狗、左側が東、西になると、だからこんなに見えるっていうのは珍しい、だからなかなか今日はラッキーですね。すごいラッキーだから。運が良かった。運がいいですね。まあ癖をつけていただければいいかなと思います。です。はい、お疲れ。じゃあここで一旦休憩。到着は10時12分です。お昼の注文しておいていいですか？はい。ありがとうございます。いえいえ、もう決まっててチキンカレーを6人で、普通のカレーを1人で、で12時半ぐらいに戻ってきますので、12時半ぐらいでお願いします。じゃあお願いします。これからですね、この斜面を使って雪上訓練をします。でまず最初はですね、ここのあの辺を登る下るという練習をします。アイゼンをつけないで、登ったり下ったり、まずアイゼンに頼らないでちゃんと登れるか下れるかを練習して、でその後多分左側のあの滑走路、ちょっと辛いけど、まあ最初はちょっと低いところから辛く進んでという感じで、あの上まで行けるかどうか、でも結構深く掘れてるんで滑りにくそうなんで、右側はとりあえず登山下山される方も使うので、なるべく崩さないように、まあ、この辺の左側で訓練をしようと思います。上に歩く人の真下でやってると上から落ちてきたらぶつかるんで、少しやっぱり避けて練習するっていう感じかな。Thank you.
ですね。2月の10日ぐらいがやっぱり2月が一番練習日和なのかな、雪質としては。一昨年だったかね、2月でも雪がなくて練習できなかった時もあった。全くできるような状態じゃなくて、どうしてもここって下はちょっとから生えてて、それ植物を荒らすことができないんで、植物が出てるともうできないんですよ、こんなこと。今これ、雪しかないからできるんだけど。